やあ、君か。いらっしゃい。と、その前にお詫びからかな。喜べ、人間。あの伝説のお店、お料屋さんが期間限定大復活だぞ。夢と希望とカエルもたくさん。買え、買いまくれ。お料さんは濡れてに泡で声太りたい。茶室？ああ、あの趣味の悪いキンキラの部屋か。お料さんがぶっ壊した。いやいや、壊しちゃダメだし、壊してないでしょ。ごめんね。実はバレンタインの話をしたら、お料さんがチョコレートを売るって言い出して聞かなくてね。あの茶室、組み立て式って聞いたから、今日だけ場所を変わってもらったんだよ。そういうわけだから、龍馬が独自のルートで仕入れた闇チョコレートを買え。今なら買えるも買える、お得だぞ。チョコレート、 もしかして僕にかい。いやー、嬉しいね。チョコレートをもらうなんて生まれて初め。おい、お前。いやいや、お寮さん、これはマスターの親愛の印というか、なんというか。抑えて抑えてね、食べちゃダメだよ。マスターは食べちゃダメ。お寮さんにはくれないのか。え、そっち。おお、お寮さんにもあるのか。さすがはお寮さんが見込んだ人間だ。でかした。見ろ龍馬、羨ましいだろ。お寮さんのもらったチョコレートだぞ。これにはお寮さんもバレンタインヤッホーだ。はいはい、よかったよかった。いろんな意味でね。ああ、改めてありがとうマスター。本当に嬉しいよ。そうだ、せっかくだしお礼もしないとね。ちょっと待っててくれ。それもそうだな。龍馬もたまにはいいこと言う。よし、お龍さんもとっておきの礼をしてやろう。はい、これ大したものじゃないけど、僕とお龍さんから。ちなみにお龍さんのは大したものだぞ。なんといってもカエルなのにチョコ、チョコなのにカエルだからな。カエルチョコチョコお龍さんってやつだ。喜んでくれたのなら僕も嬉しいよ。なあ、いつまでやっているかわからないけど、お龍屋の方もよろしく頼むよ。お寮さんが始めた店だけど、やっぱり商売は楽しいもんだね。大儲けしたらいずれは株式会社お寮さん社中にして、敏腕美人秘書をやるのがお寮さんの夢だからな。な、またね。うん。おい龍馬。なんだい、お寮さん。大丈夫だ。今度は絶対に守ってやる。龍馬も、あいつも、な。ああ、頼りにしてるさ。いつだってね。なあ、龍馬。なんだい？ここは、楽しいな。ああ、本当に楽しいね、ここは。